赤坂インターシティは、東京都港区赤坂にある超高層複合ビルである。赤坂1丁目は、興和不動産の発祥の地で、同社所有のオフィスビルや高級賃貸マンションが集中していた。そうした中、第1興和ビル、第2興和ビルの建て替え構想が持ち上がり、再開発にあたり、そのままそれぞれのビル跡地に建てたのでは小規模なビルがいくつも建つことになるため、興和不動産は総合設計制度を使い、同社の手掛ける賃貸マンション、フォーマットのオーナー地権者の理解を得て、再開発の一環として賃貸マンション事業も同地で行い、広い敷地で再開発を行うことを決定した。赤坂インターシティは、100年後にも鮮度を発する都市空間をコンセプトに、ドイツから自家輸入したテラコッタのルーバー用いたイエローの外装が、特徴の複合ビルで2005年春、オフィス部分は外資系企業を中心にほぼ 100% の稼働率で開業した。低層階はオフィス及び店舗用途、オフィスフロアの天井高は 2900mm で、日経アーキテクチャの2006年4月調査では、東京都心6区の賃貸オフィスビルで最も高い。高層階には総戸数84戸の高級賃貸マンション、フォーマットバイカウントを設置。エントランスはオフィスと住居で分けた。最上階には居住者専用のフィットネスジムが設置されている。総合設計制度に基づき公開緑地を作る際、赤坂一帯の自然、風土に根ざした原風景を再生すべく、緑豊かな庭園や竹の小径を設けるなどした。アメリカ合衆国大使館に隣接しているため、付近では、警察官による警備が日常的に行われている。北側には赤坂インターシティエアが隣接する。ABCDEFGHI リアルエステートマネジメントジャーナル2005年5月号 P55-AB リアルエステートマネジメントジャーナル2005年5月号 P56 リアルエステートマネジメントジャーナル2005年5月号 P57情報プラス興和不動産東京、赤坂の複合ビル完成、日経産業新聞2005年3月10日、3メートルに迫る賃貸オフィスビルの天井高、赤坂インターシティや明治安田生命ビル。2005年度グッドデザイン賞赤坂インターシティ、フォーマットバイカウント。公益財団法人日本デザイン振興会。https://www.g-mark.org/awards/describe/317448 トークン=ミリリットル 5QKVGKJT2019 年10月26日閲覧赤坂インターシティから森タワーまで使いやすいオフィスビルを選出日経アーキテクチュアhttp://keibp.co.jp/article/ビルディング/ニュース/20060203/1302001/2019年10月26日閲覧。ありがとうございます。